はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのオールドレンズとして非常に人気の高いですね、ズマリット 50mm のこちらはスクリューマウントになってますね。はい、ご覧の通りズマリットの 50mm F 値が 1.5、 大変明るいレンズですね。シリアルが1078321ですので、1953年のドイツ製マリット 50mm ということになりますね。はい、近年のですねオールドレンズのブームによってですね非常に人気の高くなりましたレンズですね。この背景のボケがですねこうぐるぐると、ね、渦を巻くようなですね、描写を得られたりとか、逆光状態で撮るとフレアやですねゴーストがですね発生しまして、非常にオールドレンズらしい描写をですね楽しめるということで、オールドレンズの、まあ、基本的なレンズとして大変人気が上がってきたんですね。普通に撮ってもですね非常に普通に撮影しても非常に綺麗な映像の得られるレンズですね。女性のポートレートなどを撮影すると非常に幻想的な写りになりまして、人気の高いレンズですので、ぜひ一度ですねお試しいただきたいと思っております。はい、では外観から見ていきます。ご覧いただいてます通りですね、今回も、ひどい擦れ当たり、へこみなどはない、おおむね備品の個体だと思ってますね。はい、こう落下して当たったりとかですね、ぶつけたり擦ったりしたような跡とか、こう変な油汚れとかですね、擦れもないような個体ですね。マウント部分も綺麗ですね。はい、バルナックライカ用の L マウント、ねじ込み式のマウントですけれども、LM アダプターというですね、変換アダプターをご使用いただけましたら、ライカの M 型のですね、ボディですとか、ソニーの α7 とか、ニコンの Z6 のようなミラーレス一眼でも使用できるレンズになってますね。はい。外観は、だいぶ綺麗だと思いますので、客観的にもですね、ご確認をいただけましたらと思いますね。はい。でもって、レンズですけれども、この時代のですね、ガラス、商材はですね、とても柔らかくて、傷がつきやすい素材で、作られてますんで、こう布とかでグリグリ拭いたりするとすぐに傷だらけになっちゃうんですけれども、この個体もですね、こう、光に透かしてみると若干、やはり擦れている感じはしますけれども、ズマリットとしては、全然、綺麗な方だと思いますね。ご覧いただけていると思いますけれども、ひどい、こうですね、ガリ傷とか、そういったものはないのがお分かりいただけると思います。コーティングもしっかりしてますね。はい。ご覧いただいている通りですね。前後玉ともにですね、ひどい擦れ傷、ひっかき傷、コーティングの剥離とか摩耗などないのがお分かりいただけると思います。でもって中玉にも曇りカビ、バルサム切れ、見えませんね。で、チリとホコリがですね、若干ちょっとちらちら見えますけれども、撮影して画質に影響のあるレベルではないですね。あとはですね、まあ、この時代のレンズの特徴として、気泡がちょっとちらちら、こう入ってるのが見えるんですね。それが、こう、ホコリに見えたりもするんですけれども、これもですね、撮影して画質に影響を及ぼすものではもちろんありませんので、ご安心してお使いいただければと思いますね。はい。絞りの動きもですね、軽快ですね。はい、滑らかに動いております。油の乗りとか、羽の痛みもないのがお分かりいただけると思います。ピントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかに動いてますね。はい。動きムラとかありませんね。でもって無限ロックもしっかりと効いております。はい。付属品がこちらのリアキャップと、フロントキャップをお付けしたいんですけれども、ちょっと撮影時点で用意できなかったんですけれども、お届けするときにはですね、なんか見繕って、ちゃんとお付けしようと思いますね。はい。でもって、非常に状態のいい個体ではあると思うんですけれども、中のですね、ちょっとしたホコリとかですね、全体的な分解清掃整備、グリスアップなどをご依頼いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で受け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい、ライカの非常に人気の高いオールドレンズ、ズマリットの 50mm、
スクリーマートということになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。